ユージロー。そうだね。なあ、行くよ。
わったね。お疲れ様。せい。はあ。行くよ。行くぞ。今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。今度はなんだ？何か、匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに、生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！
今日はどうなってんだ。また白い馬のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする、こいつらも捕まえるか。男のユームなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージはいいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらあ、ユームのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。彼らの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ。ユージやめろ。ユージは
子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒、今度こそ守るんだ。僕がこの記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。ユームのガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はユームじゃない。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。ユージオ、たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない、もっとユージオにやってくれ。もうダメ、これ以上続けたらキリトの天命が。なのだろうか。
たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で。いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージを待ってるわ。いつまでもセントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかったら、あのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。うん、二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト？セルカがお前に神聖術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？セルカがお前に神聖術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？極限状態における記憶の混乱、そう説明することができるだろう。しかし問題は、あの場で俺にも同じような記憶の混乱が発生したということだ。それらが俺とユージオに同時に起きた同種の原始だとしても、やはり最後のあの現象だけは、あの場に現れた4人目の存在、そしてその誰かが言った言葉、キリト、ユージオ、セントラルカセドラルのてっぺんで待っていると。俺はセントラルカセドラルなんて言葉を初めて聞いた。つまりあの現象だけは幻なんかでは。なあユージオ、覚えているか？あの洞窟でお前がゴブリンに切られた時のこと。お前妙なこと言ってるな。俺がユージオとアリスとずっと昔から友達だったみたいな。覚えているよ。そんなわけはないんだけど、なんだかあの時はすごくはっきりそう思えたんだ。僕とキリトとアリスはこの村で生まれて
一緒に育って、アリスが連れて行かれたあの日も一緒にいたような。そうか。気のせいだ、忘れてくれ。あ、さて仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃないか。うん、なんだか急に龍骨の斧が軽くなったみたいで不思議だよね。それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。おそらくユージオも同じはずだ。セルカも妙に新生術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。きっと今なら。おいキリト、持てるのかい、その剣が。ああ、軽くなったのは龍骨の斧だけじゃないらしいぜ。せっ、やはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして剣術会？ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時もキリト、君は剣を難なく扱えていた。もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。少し羨ましいよ。ユージオ、キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流、不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト、その僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど。ユージを、諦めるな。自分を縛る者に負けるな。でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さないために、なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。分かった、教えるよ、俺の知る限りの技を。でも修行は辛いぞ。望むところだよ。本当にそれが僕のずっとずっと望み続けてきたものなんだ。今分かったよ。僕はずっと君を待っていたんだ、キリト。この森で6年間、君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ、ユージオ。
本当に行くのね、ユージオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ、ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。
ねえ。ああ、